バリ島のナオミさんに呼びかけてみましょう。ナオミさん。あ、こんにちは。はじめまして。こんにちは、どうも。はじめまして。6年前はどうもお世話になりました。ここはですね、その6年前の時に取材に来ていただいた、お店なんです。今そこにいらっしゃっているんですけれども、実は、はいはい、獅子だったところでですね、うん、今は違う人がお店を、うん、してまして、獅子じゃないんですね。直美さんのもとを初めて訪れたのは6年前でした。自然豊かな土地に色濃く残る古くからの伝統文化。バリ島は経済の8割を観光業が占める世界的リゾート地。直美さんはこの南国の楽園でカバンブランドを立ち上げ奮闘していました。何かを作り出さなあかんわけですよね。人の国に島にお邪魔してるわけやから。全くのゼロから店を始め、今ではバリの定番アイテムとして雑誌で紹介されるほどの人気ブランドに育て上げた彼女。実は20代半ばで縁談が破談になり、そのショックから立ち直るため何のあてもなくバリへ渡ってきたのです。最初は理解できなかったです。逃げるようにバリへ逃げるというふうに捉えられたんですけどね。だまあそこから今日まで至るなんてもう想像もつかなかったですけどね。時間って絶対戻らないでしょ。だからその戻らないものに対してのなんか思いを抱くのはすごい嫌なんですよ。とにかく前だけを見て15年間休むことなく走り続けてきた彼女、両親からの届け物に何を思うのでしょうか。お、都の名前が入ってますね。年齢的にお母さん先死んじゃうでしょ。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。バリ島のほぼ中央に位置し、芸術の街として知られるウブド。直美さんのお店を訪ねました。あ、いい雰囲気。こんにちは。綺麗なお店。こんにちは。直美さん、おはようございますか。あ、私です。あ、どうも、日本から来ましたグッドチキンでございます。はじめまして。ご両親からちょっと様子を見てきてくれて。あ、はいはいはい、はい、ありがとうございます。しばらくお伺いさせてもらいますので。あ、はい、はい、どうしましたか。よろしくお願いします。あれ、ご迷惑ですか。大丈夫です。大丈夫です。もうバッチリ追いかけてください。はい、カバン屋さんって聞いてきたんです。うんうん、カバンですね。うちはカバンの専門店ですよね。15年目を迎える直美さんのカバンブランド、獅子。すべてのデザインを彼女が手掛けています。これはインドネシアの、うん、これろうけつ染めです。いいですね。ろうけつ染めってね、結構トラディショナルな柄なんですけど。いいですね。バティックと呼ばれるインドネシア伝統のろうけつ染め。最初に下染めをした布にろうで絵柄をスタンプしていきます。その布を脱色するとろうがついた部分だけ色が残り、柄が浮かび上がります。さらに色を重ねていくことで南国らしい色彩豊かな布が生まれるのです。自分で布の絵柄をデザインし特注している直美さん、伝統的な風合いを残しながらもモダンな可愛らしさを感じさせるそのカバンは、今や多くの旅行雑誌にも取り上げられています。そうでしょうね。これはすごい。何スタッフ兄弟はよくおりますね。ですよね。この人は日本語がだいぶと上手ですね。上手じゃないです。上手じゃないです。上手じゃないですけ。はい。お上手ですよ。お上手ですよ。少しだけです。この店で働いて13年になるコマンさんは、直美さんの右腕のような存在です。gimana ya dia orangnya gimana ibunya cerdas dia harus gini kalau kerja gini gini gitu kasih semangat gitu ya よかった。こちらはどんな方ですか。
従業員の方なんですけど、はい、あの夫です、私の夫の。はじめまして、夫でございます。従業員って言いました、ね、それは当たりいいね。はい、何でも何でも係長、はい、雑用係です。この日は納品されてきたカバンの検品作業。専属の職人が手縫いで仕上げた商品を一つ一つ細かくチェックしていきます。あとたまにポケットにねゴミとかいろいろ入ってたり、時々あのヤモリ入ってたヤモリ入ってますか。そう、一度ね日本までねヤモリがね到着して、お客さんカバン開けたらいやーっつってヤモリ入ってる、あヤモリ結構いるんですって。そうなんですよ、通用せへんからね。ね、あれです、この間頼んだばっかりのねバッグのサンプル、いいね、いいじゃん。朝の朝袋、これって言った、うん、こうって言った。そうやんな、うん、いいんですけどね、うん、一応ねここぐるりと赤いボンボンだったのつもりだったんで、あ、ここポケットだけになってるね、赤いボンボン。これ間違ってるの誰の責任？これはで伝言ゲームで私はちゃんと言った。そりゃそうやね、コマンちゃんは職人さんにちゃんと言った。職人さんやね、これ、今回は。意外にこうなったらこれになったりするんですよね。でもいいね、かわいい。お昼時、直美さんは店の裏にあるカフェへ向かいました。わあ、いいなぁ、ここも。何食べよう。うん。タコライス。ああ。自分の店の裏にこんなおしゃれなカフェがあったらめっちゃいいです。おしゃれですか？私のために作ったみたいな社食。あ、え、ここ作ったんですか？どこ、私が作ったんですよ。いいでしょ。あ、そう。カバン屋さん。最初はね、カバン屋だけだったんです。こっちから向こうのカバン屋さんがあって、まあ、家からお弁当持ってくる時もあるんですけど、ご飯外に食べに行くと、それもね、もうもったいないしね、なんかあんま食べたいものもない日もあるし、で、もともと私飲食業してたんで、いつかはしたいっていうのがあって。3年前自分のためにと作ったカフェですが、今では隠れ家的なお店として地元の人たちも通う人気店になりました。そうなるんでしょうね。頭にかぶるんですね。頭にね、これはね、なんかこう食堂の雰囲気を出したかったんですよね。食堂、食堂、日本の食堂の雰囲気を、うん、なんでみんな三角形、それも絶対しろって、巻いてもらって、リョーマンさんもまあそんな巻くほど髪の毛ないんですけどね。実は直美さん、20代半ばで縁談が破談になり、日常生活もままならぬほど精神的に追い込まれた時期がありました。そんな時にふと浮かんだのが、かつて2人の姉と訪れたバリ島の美しい風景だったのです。良くない状態から脱する、そのなんか唯一の光がもう私バリ島行くっていうので、そこから一気にもうバリ島に行くっていうのがこうありきでシフトされて、ぷわーって目に力もカーッ入って、必死で働き100万円貯めた直美さんは、そのお金を握りしめ何のあてもなくバリへ渡ったのです。しばらくの間はのんびり過ごしていたものの、次第にお金が底をつき、再び不安に駆られるようになった直美さん。途方に暮れていた彼女をそれでもバリにとどまらせたもの、それはおおらかなバリの人たちでした。バリ優しい、バリ優しいね、いろんな優しい、優しい、仕事がなくて、仕事がないということはお金が入らないわけでしょ。でもストレスレスって言い切ってるからね。だこっちが心配になるじゃないですか、大丈夫かなって、働けよ、お金なくても大丈夫って言ってんねんから。私の常識ではもう常に動いとかな心配やし怖いし、何してんのって思ってんねんけど、何してんの、どうなってんの、バカじゃないの、でも生きていけてんの、どういうことっていう、常にこう惹かれる部分はありますよね。そんな時、当時住んでいた家の大家さんに、空いている土地があるので何かやったらと提案され、商売をしようと思い立ったのです。わずか10坪ほどの小さな露店、
それがカバンブランド獅子の始まりでした。夕方6時、仕事を終えて帰宅。6年前に建てた2階建ての一軒家に小学生の娘と息子、そしてご主人の4人で暮らしています。帰るや否や一息つく間もなく夕食の準備を始める直美さん。一気に行かなか、一気にお水もあげて。お水、天狗、グラスを用意したか。家帰ってきて1秒も休んでないですか？1秒も休んでないですよね。こんなことでいいんだろうか。私はいいんです。疑問を持ってはいけません。あんたたち休んでるな。休みっぱなしやな。はいはい、いただきます。はい、いただきます。夕食は生春巻き。ご主人の悟さんとはお店を始めた4年後に結婚。家族の支えができたことでさらに商売を大きくすることができたと直美さんは言います。洗い物はご主人がやってくれて。そう、あの洗い物はね、洗い物係はしてくれてますね。毎日すごい綺麗に、私がするのの8倍ぐらい綺麗に。豆なんだ。やってくれますね。旦那見つけました。旦那さん、ほんまにね、いい旦那ですよ。ありがたいと思ってます。感謝してます。優しいご主人だな。この日、直美さんが案内してくれたのは16のテナントが入った観光客にも人気の商業施設。獅子を作った後にそのさ、裏のカフェを作って、そしてここを作ったから 3段階で広がっていきました。ここも作った。ここも作った。私が、まあ、私がやってないですけどね。2年前、およそ1500平米ある土地を借り、このショッピングモールガーデンを作り上げたのです。直美さんは雑貨、アクセサリー、ヨガスタジオなど16のテナントが入るこの施設全体の運営も手掛けています。あー、すごい。さらにハロー、あで。ウブドの繁華街でもシシバッグの店舗をもう一軒経営しています。ここはまあ普通に、ね、観光客の人がブラッと入れるお店で、向こうのお店はね、わざわざ車でバッと来て入るようなお店で、カバン屋を2店舗、カフェを3店舗、そしてショッピングモールガーデンを経営。わずか10坪の小さな店からスタートし、15年でここまで商売を広げてきました。そんな直美さんに大きな影響を与えた人がいるといいます。ばあちゃんは、あのばあちゃん死んだくらいで、絶対帰ってきたらあかんでって言ってたんですよ、おばあちゃんが。うん、言ってて、もう90いくつやったからね。なおさん、おばあちゃん死んだぐらいで帰ってきたらあかんで、あんたって。なおみさんに大きな影響を与えた人がいるといいます。じゃあな、でもちゃんと思い出すと、その小さい時からうち その家が食堂をやってたんですけど、大衆食堂ね。でそれをちょっと子供ながらに見てて手伝ってたっていうのがやっぱり入ってるんでしょうね。おばあちゃんがすごい、私の中では大師匠で、お母さん師匠ぐらいの、うん、そんなお母さんとおばあちゃんから言われた忘れられない言葉があります。母にね、数年前に言われたんですけど、なんやかんや言ってそれはそばに寄った方がいいけど、あの親はその娘、子供のね、幸せを見てるのが一番、いやもうそんななんか嫌な見てるのが一番幸せやからって、うん、だからね、年齢的にお母さん先死んじゃうでしょ。そうですね。その時に、まあ、大丈夫なように今から練習して、練習って変やけど、気持ち的にね、まあ、どうせ死ぬから先で待っといてみたいなね。それはちょっと去年のおばあちゃんの時にね、おばあちゃんもその
ビジネスマンとしての商売人としての私のことをすごい支えてくれてたから、ばあちゃんはばあちゃん死んだくらいで絶対帰ってきたらあかんでって言ってたんですよ。おばあちゃんが、うん、言ってて、もう90いくつやったからね。奈緒さん、おばあちゃん死んだくらいで帰ってきたらあかんで、あんたって、うん、せやなって、うん、帰らん、うん、それでは帰れへんけど困りましたね、何のあてもなくバリ島にお金だけ持って行ったっていう方とは思えないこの展開ぶりですごく頑張ってます。すごいですねあのね、おばあちゃんのね、あの口癖はね、うん、この世のことはこの世でなんとかなるって、うん、あの食堂してる時もやっぱりいろいろ大変ですよ。でも母に愚痴を聞いてもらったらね、はい、この世のことはこの世でなんとかなるよっていう口癖でね、これで行きなさいって言われたもんでねそういうのが受け継いでくれてんのかなって。店の前に止められたたくさんのバイク、実はこの日シシバッグ創業15周年のパーティーが開かれていたのです。皆さんに助けていただいて15周年まで来ました。ありがとうございます。取り戻し店を立ち上げ15年、前だけを見てがむしゃらに走ってきた直美さん、今後についてはどう考えているのでしょうか。今初代がね、うちの家族自体がまあ増えたのもありますけど、やっぱりスタッフ増えてるから、みんなを確実にちゃんと幸せにして、ちゃんと経営者としてちゃんとやりながら、まあでもこんな感じでゴロゴロゴロガラ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 って言って行こうかなと思いますけどね。直美さんに日本の両親から届け物です。ご家族からね届け物。お、宮古の名前が入ってますねご家族から届け物。お、宮古の名前が入ってますね入ってますね、なんか締めたれてますけどなんか布っぽいです。あ、お、え、なにこれ。あ、出たすごいね、もしかしてこれかなと思ったけど、今このなんかのれんっぽいなと思った瞬間、不二家ですね。いいですね。おお届け物は直美さんのおばあちゃん、そしてお母さんが営んでいた実家の食堂不二家ののれん。閉店のその日まで店を見守り続けた最後の一枚です。これはね、ここでしょ、魂に引き継げってことなんじゃないんですかね。重いなこれでちょうどそこにね、ね、いらっしゃいませいいねじゃあ今日は一日これで実は、はい、獅子だったところでですね、うん、あの今は違う人がお店を押してまして、獅子じゃないんですね、実はここは。そうなんです。じゃあそこはもう出られたんですね。あの私としてはここを続けたかったんですけれども、はい、あの割とね、バリではあるんですけど、大家さんがこうそこの場所でこう楽しそうになかなかいい感じにお店をやってるとですね、はい、わしやりたいってなるんですよね。やったらええやと。なんと順調だった獅子の本店が契約更新できず、レンタルバイク屋さんとなってしまいました。気になる直美さんのお店は、はい、あ、よかった、よかった、引っ越しも楽だったし、なんとか隣に場所を移して営業を続けていました。店内って見れます？はい、お願いします、お邪魔します。素敵素敵、うわー、いいお店ですね。あー、楽しいお店やな。はい、こんな感じで移転
転した今も直美さんがデザインした商品がおよそ1000点揃う充実ぶり。しかし売り上げはカバンはほぼ売れないです。もう全然動かないっていうのが現実ですね。週に1人2人。一難去ったらまた一難。今度は世界的なコロナ禍により外国人の入国が制限。人であふれ返っていたバリから観光客が消えてしまいました。直美さんの経営するショッピングモールガーデンはコロナの影響の前は、はい、13店舗のもうほとんどフルで入ってたんですけれども、はい、皆さんやっぱりその延長が厳しいってことで7つぐらいですかね、はい、観光客がおらずバッグの売り上げが見込めない中、直美さんはちょっと作ってるものがありましてですね、マスクですね。うわー、いい柄。マスクも結構ありましたね、今ね。鳥もこれ、うん、じゃあそのバリのこれバッグも面白いでしょ。面白い。ニワトリいいですよね。なんか本当やっぱちょっと和柄と似てますよね。インドネシア伝統の生地を使い職人さんが手作りするマスク、多い時で3日で800枚売れたといいます。そして店の奥へと進むともうあれから6年経ってもずっといてくれている、コマンちゃんで。あ、そうだ、コマンさんだ。ください。どうも、日本の山口です。こんにちは。あ、もしかして娘さんと息子さん。そうなんです。フリア・テンゴ、12歳です。はい、テンゴくんありがとうございます。いや、なんかです。マスクのゴムをね、ここ切ったものをここに通してくくっている作業ですね。で、弟の方はですね、そのゴムをひたすら切り続けるという地味ですが大事な仕事ですよ。ちなみに直美さん、お小遣いは出るんですか、二人には。食事が1日3回十分です、十分です。とにかく走り続ける直美さんにはコロナ禍でも止まるという選択肢はありません。実はちょっと今全然違うことをやってるんですね、私。え、今ちょっと実は新しいことをやっているんです。それが何を、はい、それが実はこちらです。何ですかこれは。これは米麹なんですけど、米麹を使った、まあ、お味噌とか塩麹とか、お醤油とか調味料ですねを作っています。もともと自宅用に作っていた味噌や塩麹、これを大量生産して販売。それもただ店頭で売るだけではありません。日本料理店を回り、プロの料理人相手に使い方を提案し販路を拡大。直美さんの胸には母から、そして祖母から受け継いだ強い心が宿っているのです。ちゃんとそれを作って、はい、売るという、売ってちゃんと利益を出すという、その根からの商売人というね、そこがずっとぶれてないっていうのは素晴らしいなと思いますけどね。この部門は、ありがたいことにやっぱり全然違う、美味しいってことでですね、はい、なかなか好評なんで続けていきますね。周りが続けてくれって言ってくれるんじゃないでしょうかと思っております。